ございます。朝から新幹線に乗って長野県に向かってます。白駒市が長野で仕事をしてるんですけど、今日はそのお手伝いに行くのと、夜からはベニちゃんのライブに向かおうと思います。お弁当買いました。だし巻き卵とかき飯、あと食後のおやつ買ったよ。今から合流したいと思います。今日はちょっと打ち合わせが何本か入ってるので、それに向かいます。おはようございます。お疲れ。じゃあ参りましょうか。はい、はい、本日のライブ会場、北斗文化ホールです。天気はギリギリ持ってますね。はい、ほんまは本番の前にベニちゃんが映るで、ベニちゃんが出てきてくれる予定だったんですけど、ちょっと忙しいみたいで出てこれないっぽいので、このままライブに突入したいと思います。じゃあ向かいます。ごめんなさい。買いました。はい、入ります。平気？お疲れ。お寿司買ってきたよ。ありがとう。え、マジで言ってるの？マジで言ってる？いやいや、はるばる長野までお疲れ。お疲れ様です。僕前からいましたけど。うん、そう、仕事で先に。数日前から。あ、そうなんか、うん、ガチャ引いて、後で開ける開封のキーを。やる気満々やん。かなちゃんセクシーやな。まあ、真似したんやけど、ベルト忘れてきちゃった。何ベルトって、あなたこれやってたやん。ああ、はい。あ、そんな頑張ってくれるんや。もう無理やと思った。もう無理やと思った。皆川ウィリチャンネルです。ってことで、今回は、白熊氏とかなちゃんが長野公園に来てくれました。イエーイ。まあ、今ね、こういう状況なんで、あんまりなんか外、うわ外食やとかいう感じでもないので、うん、しかも閉まってるしね、8時でも、うん、いやで、なんか部屋食でもしてゆっくりやるかとか言ってたら、なんかめっちゃ寿司。これは白熊氏のおごりです。え、マジで言ってる？マジで。言ったもん勝ちみたいになってるけど。高寿司さん、ありがとうございます。急に、はい、急に、何がありがとうございます。白熊市はあれか、もともと仕事で長野、はい、さんが長野に、松本ですね、はい、松本におります。ああ、そっかそっか。公演終わり、そのままホテル戻ってきて、じゃあこのメンツで祝杯をあげていこうかなって感じよね、はい、ワイン飲む？可愛かったよ、うん、こちら新州ワインでございます。なんかすごくいいワインなんですって。へー、そうなんや、はい、私今のこの多分疲れ具合で酒入れたらもう、まあ、ちょうど踊り狂うで。それは取れたからないですけど、こんぐらいだけど、謎の舞を多分繰り広げる。いいよいいよいいよ。ぜひ。なんなら踊り狂ってカナの毛むしり取るかもしれない。大丈夫、そんな邪魔じゃないから。むしり返すから。うわ、戦争や。戦争始める。はい、じゃあお疲れ様。ありがとう。いただきます。どこにいたん、ほんで？向かい席、関係者席のとこから、うん、関係者席のとこから。あ、おいしい。見てた、うん、あ、おいしい。ステージを見下ろしてた。うん、おいしい。豚汁のもうお腹空きすぎて、あ、えらい、こっちこんなんすきっぱらにこんなん入れたらあかんわ。お腹空いてるんやって。早速行こう、もう、うん、これファンしてる、うん、ファンしてるよ、ほらガチャ。え、2人ともちゃんと Tシャツ着てるからな、うん、しかもかな、なんかあれやん、真似したアレンジ。うん、でもベルト持ってきたらよかった。今度ちょっとベルト持ってくね。やる気やん。寄せていこうかな。かわいい。ガチャちょっと上げてみるわ。私もメガネ拭きじゃね。あ、メガネ拭きなの？メガネ拭きなの？知らん。え？両方メガネ拭きなの？キーホルダーじゃないの？え？
どういうこと、ちゃんとガチャした。キーホルダーやと思った。キーホルダーだと思った。パッチモンじゃないの。なんかメガネ拭きやった。でも見えてたよ。いや、この中に入ってんのかなと思って。そうそうそう、ちょっと確認しとくわ。ちょっと確認しとくわ。キーホルダーは当たりなんかな。メガネ拭きじゃないだってどう見ても、うん、お腹減った。なんか1億年ぶりの食欲が今出てる。よかった。あの、いつも現場にあの生卵と納豆置いてあるからさ、うん、なんか最近玄米炊いといてくれてんの、うん、なんか。あ、そうなんや。優しいね。優しい。現場で炊飯器の中に玄米が山ほど入ってて、多分メンバーがみんな玄米がいい、うん、健康志向。みんなもちゃんと健康維持していかんとしんどいから玄米しか食わんみたいな感じ。玄米にさ、生卵を2つ割って、でそこに納豆を2パック入れて、それご飯にダーってかけて、うん、わーって飲んで1日それだけ。だって夜ご飯は、夜ご飯は昨日なんかお弁当出たから新幹線の中で食べた半分。うん、気をつけくださいませ。はい。どっからテーブル来たもん。下を外して。え、あ、そうなんや。やんちゃなことしてんね。ああ、あまりな大きい声出したら隣の部屋に聞こえてプルルルって電話かかってくる。かなちゃん隣の部屋なんだけどさ、すごいガタガタ音すごい。しかもさ、今日なんか SD カードの件あったじゃん。うん。何 SD カード。 SD カード今日なかったの。うん、まだ減らんの。またで、それでね、その話、その LINE をした後にガタガタ音聞こえたから、うん、なんか当たってるのかと思って。全然そんなしてない。アンパッキングしてたんじゃない？ あそっちか。うん、いや、すごい音してる。いや、そう、かな、そうやね。あの、思ってるよりなは賑やかな人やね。だいぶマシになったと思うねんけどな。子供の頃に比べたら。まあな、動き早い分な。うん、人の3倍の速さで動く分。うん、やっぱ物音も3倍。代償は大きいよな。ドドドドドド。早いよ、その代わり。これどこの海のあれなの？醤油は？醤油そこ。どこの海？いや、長野って海ないやん。これさ、お寿司どこで買ってきたの？寿司屋。会場の近くの寿司屋。あ、へー、会場の近くの寿司屋。うん、へー、すごい。元も3分ぐらいのところにあって、うん、ここで注文して帰ろうって。おいしい。どうでした？ライブは。可愛かった。いや、違う。もう別にわ。なん私可愛かったみたいになってるし、しんどいって、そんな。もういいって、そんな。可愛かった。いらんって。なんで身内にそんなあの可愛い可愛い言うて褒められても超よ花やと育てられるみたいなさ。チヤホヤ、チヤホヤと。ぴょんぴょんするのかいね。ICBM のとこもさ、ぴょんぴょんって。足ぴょんぴょんって大さんとなんかやってる時もぴょんぴょんしてた。ぴょんぴょんしてた。ようぴょんぴょんする可愛い子やなと思って。そっか、うん、あれかな、そのぴょんぴょん跳ねるせいで私腰悪いのかな。そうなの。張りやめられへんの。関係ないやろ、もうそこの問題じゃないと思うで、もはや、ま、なんか生きてる気がする。無言になっちゃうわ。うん、よかった。食欲出てくれてよかった。私結構現場とかの時って食欲消える人やから、前も言ったけど、なんか一つしかできひん人やから、うんうんうん、2日連じゃ金沢長野終わって、ようやく今2人の顔見たら、なんかあっやばい、めっちゃお腹空いてるって。え、じゃあさっきまでお腹空いてなかったの？全く。マジ？長野で何公演目？ん？ 3 公横浜2公演 2days やってるから4公演。まだ4公演、あと26公演。ドン引き。大丈夫そう、あと24、26か。大丈夫そうっつってうんって言えへんわ、まだ24まで。26か。ご飯取ってきます。あ、お願いします。でもなんか去年よりかは体力ついた気するけど、うんうんうん、なんかあの君らと YouTube やるようになって、うん、日々稼働し、なんか動いてるから体力ついた。うん、まああとなんか今回は結構30公演って聞いて、うん、かなり構えていったから、うんうんうん、リハの時点で結構もう自分を追い込んで、うん、なるべく毎日弾かない日はないようにして弾いてたから、うん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 、そういう意味ではなんか弾くための筋肉はついてるから、なんか思ったより肩こりとか首こりとか、うんうん、引く筋肉はそうでも、なんかスタミナかなと。どう、スタミナ具合は。スタミナはなんか相変わらずやっぱしんどい。しんどいやん。こっちが心配してたもん、30公演って聞いて。うん、
大丈夫かなって心配する。ほんまに大丈夫かなって。うん、わさびさんにさ、お寿司握ってもらったやんか。うん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 、あの日からなんかもう寿司モチベめっちゃ高くて。なんだ寿司モチベ。お寿司食べたくてしょうがないみたいな。なんかもうかな、いろんなモチベーション多くていいな。あんまないけどな。恋愛モチベとかさ。だけどね、恋愛モチベと今寿司モチベ。あ、少なかった。意外に。全然少ない。うんだっけ。言葉出てこへんかった。なんで？なんや。リズム体のセッションなんて言うんだっけ。ワダム…わ…ワダムドラム和太鼓バトル。ドラム和太鼓バトル。ワダムって何言うの。ワダムドライコなんちゃらセッションのわさびさんチームやった。やってきた。ちゃんとやってきた。あの、わさびと蜷川紅チャンネルズブズブなの。うんうん、今後ともよろしくお願いします。はい、あ、応援してこ。そして誰もいなくなった。ケンタッキー来たよ。すごい、バケツ。クリスマスやん。パーティー始まるけど。パーティー、はい、クリスパーティーバーレルやん。今年もやってくる。ほら一人おうち。あ、悲しい。よくわかるの。よくわかるね。よくわかるの。ちょっとなんかほざいてるね。無視しようと思ったために。明日から無視しよう。なんかもう何言ってるかよくわからない。何言ってるかわからないけど。ポテトめっちゃきた。カンちゃんのコールスローは？ふふって笑って。コールスロー忘れた。明日から無視する。明日から無視する。もう、うん、コールスロー忘れる人だからもう無視しよう。これがおねなしのやつです。ああ、クリスピーありがとう。こっち。醤油が溝にはまった。これカナがクリスマスにやりたかったやつ。去年食べれへんかってんな。最近白クマシあれでしょ、和楽器バンドの曲聴いてるでしょ。そう、なんかアレクサが勝手にさ、登録させちゃったのね、有料言い方よ。ん、あ、違うわ。うん、うん、うまっ。アレクサに、アレクサが有料登録しましたって言ったからやめとくって言ったんだけど、それは放映できひんな。了解しましたって言われて勝手に強制、うん、強制有料会員なっちゃった。そう、だからしょうがないから和楽器バンドの曲をランダム再生してカットですね。何の曲が好きなの、和楽器バンドの曲で。いや俺ね、あの、なんだっけ、進撃の巨人とタイアップのしたやつじゃなくて映画のやつ、反撃の刃。ああ、あれ好き。へえ、見た目おとなしそうに見えるのにやんちゃな曲とか好きやな。うん、激しいのがいい。激しいのがいい。今日やった曲とかは、あ、セトリやったの。え、リムナイト。やっぱ激しいの好きだな。今日さ、ファンの方帰り道に声かけている。やろうな。もう今やかなちゃん有名人やからな。いや、なんか会場入って意外と人のこと見てないから、みんなそのツアーライブ見に来てるから、うんうんうん、うん、なんか大丈夫やろうなと思っててんな。いや、でもどっかのタイミングで来るやろって思ってる人いると思うしな、うん、白くましとかなちゃん来てくださいとか言う。でも暗いからさ、分からんやん、なんか正直さ、うん、なんか大丈夫そうやなって言っててんな、うん、でっかい声で喋りながら帰り道歩いてたら横断歩道待ってる時に、かなのでっかい声はほんまにでっかい声やから。え、声でかかった？え、普通だった。普通だけど、俺慣れてるから分かんなかった。なんでなんで？慣れてるから。声かけていただきました。うん。ありがとうございます。ファンです、言うて。え、あの、見てますって。嬉しいな。いや、多分、うちらのファンじゃなくて、あなたのファンで、うん、チャンネル見てますって、うん。ありがたい。変な話してなかったかなと思って。もう油断してたから、帰りやったし。あるよな。うん、変な話しかしてないけどな、私いつも声かけられる。ほんまに、ほんまに誰がどこでどんな話聞いてるか分からへんから、うん、気をつけてこ、うん、気をつけてこ、みんな。今やうちの身内の人たちでもみんな、あの、かなちゃん、かなちゃん言ってるから。今日も帰りの、私ホテル送ってもらって、うん、でみんな駅帰ったけど、うん、その時もなんか、あの、え、かなちゃんと白熊氏今日どこ泊まってんのとか、そんな話、うん、いいんかな。クリスピー、これですね。取ってくれ。ありがとう。え、だって無視するって決めたから。ツアーレポートとかやろうと思ったけど、左目の目バチコによりちょっとメイクの段取りが狂いまして、一生目が痛かったから、目が痛い目が痛いって言ってたらもう時間なくなった。リハと本番の間にちょっと撮りたかったんですけど無理やった。うん、まあ、長野まで来てくれたの、うん、まあ、ほんまほんまでも仕事で来なあかんかったから、うん、果たしてこれを見てて楽しいのか分からんけど、ね、視聴者の人がなんか帰ってきてホテルで食べてるんだなって思った。それはちょっと分からへんだもんな、もはや。いつも通りやったら
場所が絵変わっただけだ。楽しい何それ、うん、人生楽しい今今、うん、今楽しいよ。なんかあの2人の顔見て食欲が湧いてきたからさ、うんうん、やっぱホッとしたやろなと思って、うん、な、ほんとは美味しい、美味しいやんな、うん、絶対こっちの方が美味しくない、絶対こっちの方がケンタッキー目あった好き、うん、食欲が止まらへんな。ポテトはでもなんかしなしななってるわ、あんま好きくない、ポテトしなしな。ちゃんと車で届けてくれたんだけどね、うん、うん、車で、長野のウーバーイーツ車で届けてくれるの、うん、初めて見た車で来る人、東京はだってほぼほぼチャリか、うん、今時ホテルにウーバー呼んでもいいねんな、まあ、ホテルによる、うん、あかんとこはあかんし、ワインとチーズでも食べる、うん、なんかこれはちょっと読めない、あぐものあざあざのやばい、長野の人できます、な、調べよう、ググり外します、すいません、んあずみのあざみのあずみのあずみの、ほんまに調べてみて、あずみのあずみの、うわわさびチーズ、これちょっといけへんっぽいからさ、ビリってやっていい、うん、こっちもいけへんかも、じゃあ手がケンタッキーやわ、なんかあ、俺も手がケンタッキーだ、何手がケンタッキー顔ガッツリじゃないよ、この顔な、もう何してもムカつくとか言います取れたら取りたいそうそう、あのさ、和太鼓なんちゃらセッション、ドラムはない子、あ、そうね、わさびさん負けたけどさ、そっちの方が美味しいかなと思って欲しがってた感じあったやん、罰ゲームとかうん、そう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 、いつも恒例のドラム和太鼓バトルとかもねやってみたりとかしてるんで、うちならではのね、うん、和楽器セクションやったりとか和洋セクションとかいろいろあるんですけど、うん、ライブでしか見れへんやつなんで、うん、ぜひ来てもらってね、よかったら全国回るんで、よかったらよかったらよろしくお願いします、頑張って、あの三味線弾いてますんで、かわいいベニちゃん見てください疲れ狂ってんだどうやったこれ、うん、ちょっとわさびツーンって、うん、ベニさんが途中でみんな喋るじゃん、紹介時間、メンバー紹介、メンバー紹介の時間で標準語喋ってるのにすごい違和感を感じる、そうよね、だってこのチャンネルでは基本的に普通に関西弁で喋ってるからね、うん、でもツアーレポートの時も標準語喋ってた、現場やからか知らんけど、確かにそうやわ、あ、そうだわ、うん、なんなんやろな、別に私それ自分でスイッチ切り替えてるわけじゃないのよ、だから多分、うん、現場入ったらそうなる、なんかどっかでスイッチが入れ替わってるんですよね、なんかだから急に関西弁喋ってとか言われても変なになるのか、うんうん、逆にここで標準語喋ってって言われたら変なになるなんか封印してたやん、関西弁ずっとさ、長らく、うん、それ YouTube 始めてからさ、標準語喋ってても関西弁混じっちゃうもんな、え、そう、うん、イントネーションとかがたまに、あれ、なんか前まで完璧やったのに、たまにね、あ、その単語のイントネーションとか、そっか、うん、まあどうでもいいけど今夜は、まあ、3人でちょっとご飯食べて、もう一個食べようかな、行きたいと思います、どうすかね、うん、先生、あ、いいよいいよ、もうゆっくり飲もう、飲んで食べて、はい、じゃあ、締めていただいて、うん、本日は長野公園でした、はい、どうもありがとうございました長野公園感なかったけどな、でどこが長野やねんっていうツッコミしかもう考えられへんな、すいません、次回はちょっとあのもうちょっと裏側を撮れるようにしようか、長野感ないよな11月末まであるんでどっか行きます、うん、はい、ということで、はい、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします、じゃあね、おやすみ、バイバーイ。